はい、大田圭です。はい、大田圭の圭ですそういうことなの。何なのこの入り。簡単ですね。自己紹介ないんですか、なんかそういうものは。あ、どうも、小野坂正也です。小西和樹です。多分これネットだから、はい、こう横にとか前にこう出てるわけですよ。なんかテロップ小野坂正也さん、これたるみにテロップ逆になってるってことこれやってから作るから逆にはなんねえじゃんそういうの面白そうじゃないですか。でもなんか逆に、はい、というわけで、はい、前回はですね、前回カレーショップカリガリさんに、渋谷にある知ってる、あれから俺たち、うん、ツイッターで書き込んだじゃないですか。結構宣伝しましたよね。それで、あの新しいカレーが出来上がって、うん、超うめえから、うん、インパクトもあるし、うん、皆さんぜひとも食べてくださいね、はいはいはい、言いましたね。ただ、はい、食べられるのは1ヶ月後ですけどねって書いたじゃないですか、うん、あの後カリガリにものすげえ問い合わせ来て、うん、マジですか。それで1ヶ月後にその俺たちの作ったね、うん、カレーが出来上がるって言ったのに、みんなもうそのカレー行ったでしょ。あの大田助ここ来ましたよねっつって、うんうんうん、で小西さんと小野坂さんってどの席に座ったんですか。ちょっとしたスターじゃないですかもうほんでその席に、わあこの席それもやろう、それもやろう、やっちゃダメだ、そういうのやっちゃダメだみたいなことがあって、うん、でもほらあの、そうなんだ、店長めっちゃいい人だったじゃん、うんうん、ですごい機転の利く人だった、うん、それで声優さんのことを全く知らなかったんだって、うん、でもこんなに反響があるんだって言って、うん、びっくりして、うん、冗談で俺のライブとかでカレー作りに来てくださいよって言ったら、うん、いつでも行きますよ、言ってましたよね、言ってた、うん、あの本当に行きますので言ってるらしくて嬉しいですね、はい、あでもそんなに反響あるんだったらね、うん、初めて身内以外のね、うん、そうなんです、人を助けた回ですから、初めてちゃんとしたことをやったんです。大助けはしかもまだ結果も出ていないのに今までもうちょなともすれば同じ会社の1ミリだったわけですよそうそれをね、それを初めて、そう初めて違うことをちゃんとお助けしたんですよ、うん、いや人を助けるってのはいいですね。そう本当に良かったんですけど。なるほどね、うん、さあというわけで今回は、うん、何を助けるんですかね。今回はですね、うん、すいません僕からの身内ですか。身内も一番の身内ですよね、あなた。また身内か、うわ。すいません、あのせっかく今ねカレーショップを助けていい話で終わったのに、僕たちは船出したんですけど帰ってきましたちょっと嵐だったのかな。そうそうそう、ちょっと怖くて怖くてなんか出ちゃった。そうそうそう、もうあの概要が怖くて、なんかワンから出れずに帰ってきちゃった感じです。すいません、今回はあの僕からのお助け願い、それ分かりました、よろしいですか。それで企画立てちゃったんでしょ、はい、僕あのやりましょうよ。じゃあ今はあのこのフロンティアワークス内でですね、はい、安本くんと一緒にこちら の, あのパララボ放送局っていうのをね、これ光ってないかな、パララボ放送局っていうのをやってるんです、うんうんうん、この間このどういうやつなんですか。コミックスが出たりね、はい、なんかして漫画なんですかこれは。漫画と連動 の,、うん、あのラジオドラマができるであろうということを仮定にしたラジオです。んということかな、まあそこはもう、あのそこはあんまり突っ込まないでください。角川書店月刊アスカで連載中の漫画パララボとコラボするラジオ番組、その名もパララボ放送局。エネルギッシュでパワフルな学園長小野坂正也さんと、ド S な英語教師役安本博樹さんをメインパーソナリティに、アニメイト TV にて好評放送中で、はい、そのウェブラジオの中でね、うん、やっぱりこれって、うん、ウェブラジオだから、うん、これと違って映像がないのよ、ね、でも絵は見れるわけ。どういうことですか。だから、パソコンで見るやつだから、うん、ネット配信だから、うん、絵は出てるわけよパソコンだから。何か音声だけじゃなくて、はい、何かしらの絵をずっと出し続けてってことですね、はい、だから、もちろんパララボ放送局ですよっていう字を出してるわけずっとね。じゃあずっとこれ出してもいいじゃないですか、このお笑いコンビみたいな。ところがですよ、ところがですよちょっとした割れ込みですよねこれね。写真はやっぱり写真は何らかの版権関係で出せないわけ、うん、あ、そうなんだ。でだからその代わりにお互いの事務所のあれでしょ。でもそれは俺はいいって言ってんだよシグマはやっぱりこれが高いからこれが、うん、そっか、じゃあしょうがないですね。その代わりにですね、うん、絵を出し寄るんですよ。
ほう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 。例えば、うん、小野坂です。じゃあ小野坂さん似顔絵描いたりとか。そうそうそう。で、何役安本です。うんうん、で安本君の似顔絵描いてね。ところがですよ。はい。その似顔絵を描いてんのが、うん、スタッフ K っていう女の子なんですけども、もう予算がね、はい、ないからどっかの先生にね書いてもらうとまたお金かかっちゃいますから。そうなんです。その絵がひどいんです。小野坂さんのそのひどい顔でどれぐらいひどいか伝わってきましたけど、一応見せてもらってもいいですかね。まず、はい、俺と坂さんと、はい、安本君、俺と安本君行きましょうよ。はい、こちらになっております。これは何これ1回目これを出されたんですよ、うん、俺たちは知らなかったのね、うん、でこのように進んでいきますと言われた時に安本君はたまたまその時帽子をかぶってきてたんですよ、うん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 、この絵でもし、うん、安本君、うん、俺、うん、俺がこのままで安本君ももし帽子なかったとしたらどうなると思う？誰が誰だか全くわからない状態です、ね、だから安本君はこの放送局をやるときは必ず帽子をかぶるようになったんです、うん、あの K のために K のために帽子をかぶるんです。これはなんでこの絵にしようと思ったんですかね。なんでこの絵にしようと思ったんですか K さんは。一筆で描けるから。え、別にお前はさ、なんかの何ロジックゲームをやってるわけ。ロジックゲームをやってるわけでもないのに、なぜ一筆で描けなきゃいけないって思ってるの。他に仕事があるからきっと。だから こんなことにね時間を費やさないってことですよね。でもひどいでしょ。とにかくひどいでしょ。うんうん、それで俺たちのこのね、俺と安本くんがやってる番組だからさ、うん、どうしても下ネタが出てきちゃうわけよ。はいはいはい、はい。そしたらやっぱり ね、うん、面白くするために下ネタ言っちゃうじゃないですか。うんうん、そしたらどうしてもこう言っちゃいけない言葉も出てくるわけ。そうですよ ね。そしたら、うん、普通だったらピーありますよね、うん、そういうのもドンドンとかありますけども、うん、俺たち動物が好きだから、うん、俺は猫が好きだし、安本君もすごい好きですもんね。犬が、うんうん、とっても好きだから、うん、にゃんにゃんかワンワンにしてくれと、うん、お願いしたんですよ。そしたら、ああいいですよ、うん、にゃんにゃんしましょうか、うん、つって、したら安本君がニャンニャンの時にちゃんと猫の絵とか出せよっつったんですよ、うん、そしたら K が「ああ分かりました」おーおーって言ってきたわけ。これじゃあ写真とか撮って、それで、はい、描いてきた絵が、描いてきたんですか、こちらの猫でございます。これがね、じゃあ小西君ちょっと想像してみて。俺たちが喋ってる時は、うん、ほとんど真っ黒画面ね、うんうん、そこに、小野坂雅也です、小野坂雅也っていうテロップが出ました、うんうん、安本です、うん、安本っていうテロップ出ました、うんうん、しかしなんですね、暑くなって公園でにゃーっていう時に真っ黒の画面でこれがバーンって出てくる。しかもこれこの注意書き入ってるんですか、これなんかスコフィールドみたいな、こういうあのね下に 字とか出たりするの。この猫は何猫だみたいな。努力はしてるんですよ、でもね、っていうことはね。で知らない人のためにも、俺たち全く知らなくて1回目、うん、本当にオンエアを見たのね、うん、その時ににゃーっていう時にこれがバンって出てきた。あー怖ってなったわけ。で俺は俺だけだと思ってたのね。それ安本君に見たっつったら安本君が怖かったですねってなって、それで、うん、いやまあでもあの絵は秀逸だから続けていけやなって言ったら、うん、まだ下手馬なね、そうそう感じで、ね、ありがとうございます、うん、次に出てきたのがアビシニアンって言った時のこの猫。呪われてる。これが真っ黒画面のとこからニャーって出てきて、でだんだんこのアビシニアンから猫が上手になってきて、うんうん、これをシンガプーラーが可愛いからって俺が描いて描いてっつって描いた時に、うん、上手になったでしょって言ったのあいつ。おうこれ上手になってないからね。あと目が全部怖すぎる。これひどいですね。これちょっと角度を変えてみたんです。角度を変えちゃったらちょっとあれですよね。このこいつらがロシアンブルーなんて聞いてる人もちょっと夢見るって言われたの、ね、これ出てきたらなんだったら、うん、これに関するあのメールとか来たんですか、うん、これも来ます。あの絵がすごい可愛いですね、うん、っていうメールも来りゃ、うん、夢見ます。あの猫怖くて、なぜあれだけ目の力が強いんですか。
目の力強すぎるでしょこの目の力強すぎるでしょこの猫とか、うん、これスフィンクスなんですけど、これスフィンクス分かりますね。スフィンクスって顔三角、うん、顔はあのアップで見せないでください、まあ、ということでですね、はい、このテロップがひどすぎるので、うん、ちょっといいテロップに変えてくれよ。なるほど。ということで、はいはいはい、今回はまあ大田助の力をねお借りして、うん、俺たちの喋りに合ったいいテロップを。なるほど。僕たちを考えるみたいな、はい、お願いしたいと。なるほど、ね、はい、わかりました。あ、来た。急に来ましたけどわかりましたよ。これを依頼受けました。大田助が。お前何言ってんの。大田助に僕は入ってないんですけどね、うん、お前が何大田助の請負人みたいな感になっちゃってますけど、うん、大丈夫。分かりました。だからそれを小野方さんから依頼が来たので、うん、今回我々考えてこのねテロップに代わる新しいテロップを作ろうと。いや悪い予感がするからいいや。いやもうそれでいいんだ。いや小西くん割と絵がうまいんで、はいはいはい、もうそのまんま小西くんが絵描いてくれればそれでいいなって思ってるの。今思ってるの。だからお前出てこないでくれ。これをリアルに描けばいいんですよね。これだから今回ね、そうこれを作ろうと思うんですけども、似顔絵とか描けるからさ、うん、そうです。だからあそこにそうですじゃなくて、もその先言うなんてあそこ見てください。画用紙とね、はい、用意しましたから。いいじゃないですか。はい、はい、これで小西くんにね書いてもらえる、はい、書いてもらいたいと思います、うん、それはいいや。はい、うん、で結構今回、うん、あるんですよ、うん、昨日収録されたんですよね、パララボね。はい、そうです。それをもう昨日一晩かけて全部分析して、でオープニング部分を分析だって昨日収録したものをここどこにテロップ入れるっていうのをね、スタッフも違うのにですよ、向こうのスタッフに迷惑かけながら、ね、僕ら全部やって、うん、向こうのスタッフに迷惑かけながらってうなずいてましたよ。そうですよ。それぐらい迷惑かけたってことですよ、ね、ですよ。だってあいついつもいい加減だよ。絵の絵とか入れ方とか。だから今回ね、うん、お二人に書いてもらおうと思うんですけども、はいはい、ちょっとだから技術的な編集ができないので、うん、まあ、画用紙を使ってやってもらうんですけど。技術的な編集ができない、どういうこと？どういうことですか？本来だったらこうデジタルデータとかにするんですけど。デジタルデータにしましょうよ。だからそれがだから予算的に昨日の今日でもう無理なんで、予算会議に上げられる。あんなもん今だったらその辺のバカのコンピューターでもできるだろう。いやだからそれがもう誰もバカしかいないからコンピューター持ってないんです誰も。誰もワードしか使ったことないですからだから字しか打てないんだ。そうですそうです。だからもう全然ダメなんです。だからもう今回はお二人書いてもらって、うん、それを作っていこうと思いますので、で、分析したところですね、今回必要な絵がですね、全部で13マスすいますね。いつもそんなにあいつ描かないから。いやでも5枚ぐらいじゃ、だからよくしようっていう話ですよね。でしかも字も使えないです。だからいつもは字はテロップで出るかもしれないですけど、はいはいはい、今回はそのデジタルが使えないので。いやだから そのテロップはそっちに貸してもらえばいいじゃないか。いつも出してだってもうやるっつっちゃいましたもん、こっちが。あ、全部引き受けてんの。オープニングの部分こっちでやりますっていうことになんかもうゴダゴダなんですよ。もうケンケンゴーゴーなんですよ、向こうと。同じ会社だよ。もう怒鳴り合いなんです、怒鳴り合いなんです。スタッフが違うと仲が悪いのか。こんなだからそうなんです。だからもう今回13枚、テロップ作ってもらいます。順番に言っていきますと、13枚、はい、9月21日に、配信されてる分なんですけども、はい、もうまず番組スタート、うん、でこれ安本さんのトークから始まりますから、うん、安本さんの、トークですね。先ほど見ていた、まあ、キャラの絵ですね。はい、でこの顔、なるほど、で、うん、そして今度小野坂さんのこうティッシュ、はい、キャラ、ね、はい、顔、うん、でその間にですね、そのトークをしてる間に安本さんが一回おっぱいって言ってるので。なんで、そおじゃあなんでかは知らないです。それ安本さんに聞いてくださいよ。それはさ、はい、カットすれば。いやでも挟み込まれちゃってるんで、もうおっぱいって。だって向こうのテープちょっカットしちゃえばいい。それがダメだって言われちゃったんですよね。ピーって入れとけばいい。なんだったら。いやでも、でもやっぱそこはおっぱい入れておきましょう。おっぱい挟みましょう。おっぱい挟みましょう。おっぱいに挟まれるのはいいけど。ここおっぱい挟んでください。おっぱい、おっぱい字でいいですから。これ あいつらが脱ぐんじゃないんだ。
あいつら脱いでも、まあでも気まずくなるだけでしょ。おっぱい見せてもらわないと書けないですからね。そうです。あ、それはまあ自由に見せてもらった形で、はい。で、おっぱいのこう、まあ字か絵か。で、あと、もちろんタイトルコール、このパララボね、放送局のタイトルが。タイトルを書く。タイトルコール、はい、あ、タイトルコールをする。タイトルの画面です。この絵ですね。この絵がまあ画面には必要ですから、それが、タイトルのこのパララボって書いてあります。これが、1分35秒に入ります。でさらにこの後に BGM が入って小野坂さんの挨拶がありますんで、はい、その小野坂さんの時にこう、キャラ名と小野坂まさやっていう字がまた言うの？そこも字がいります、うん、同じやつでいいよね。いや、まあ、字がいりますからね。絵じゃなくてもいいです。あ、なるほど、はい、名前とかね、はい、で今度安本さんも、はい、1分50秒同じのが入ります。で、その後にいろいろトークしてるって、この日、はい、先生が来られてるんですよね。そうです、いつもね、はい、先生いらっしゃって、でその先生のお洋服のお話をされてるんで、はい、ボーダーしか着てこないんですよ、あいつ。ああ、なるほど。、うん、でその話をされてるので、うん、あのボーダーの絵と、うん、ギンガムチェックの絵と千鳥帽子の絵が、うん、必要です。え、何言ってんの？だってリスナーボーダーって何のことか分かんないかもしれない。分かるだろ。分かんないかもしれないじゃん。やっぱそれは絵があった方がインタラクティブに楽しめるじゃないですか。でしょ、はい、だからこれはまあ絵を描いて、それ生地貼ればいいんじゃないの。何ですか？ボーダーの T シャツの生地とか。そんな時間はないんですよ。いや、それ簡単でしょ。昨日の今日ですから、そんな時間はないです。もう湯沢屋も止まってましたもん。なんだったらあそこのスタッフとか脱がしてやって見せればいいじゃん。銀河ムチェックの人いないですよ。銀河ムチェックっぽいですけど。僕のパンツ今銀河ムチェックなんて、その辺の歯切れ屋さん行ったら書きゃ終わるだろうよ。切れちゃった。書いてください。あとあれですね、進めた猫の絵も必要ですよね。なんでなんでなんで、またあの、なんていうんですか、言っちゃいけないこと言ってるんで、その猫をもう入れてください。この猫でいいじゃないですか。このこれだったら同じになっちゃうでしょ。これが嫌だっていう話ですから、猫の絵も描きましょう。で、あとトークの中で、小野坂さんのマネージャーが砂作って座ってるっていう、まあちょっと安本さんが言ったトークがあるんで、うん、なるほど、それもちょっと絵的に分かりづらいので、マネージャー呼んでこいよ、じゃあ。それは小野坂さんのマネージャーだから、小野坂さんやってくださいね。あんた分かんないから砂作って。でもこれ絵で描いてくれないと分からないの。絵で描く、絵で描いてください。もう砂作って座ってるところで、その後に、クッション抱いてるっていうことも、あの1分、あ、じゃあ7分13秒に言ってるので、7分13秒のところ、これ責任持って書いてくださいよ。いや、俺できないもん、絵とか。書いてください。小野坂さん美術学校行ってたじゃないですか。あ、なんつうの、さすが、さすが、なんつうのって言うの。絵心書いてくださいよ、それ。あ、これも書くしかない。これも小野坂さん書いたんですもんね、T シャツ。あ、これそうなんですか。さすが、さすがですね。だからその画力を使って絵を描いてください。で、さらにこの日のトークでは小西さんの話題も出てます。おお、マジですか。ありがとうございます。はい、これなんでですか。今度イベントやるんですけど、うん、そのゲストがお前なので、うん、これ僕、じゃあこれも出られるってことですか。お前出ます。やった。出方としては、やった、どこに出てくるんですか。こういう感じで出てきますんで、もうちょっといい扱いですかね。ということで、はい、小西さんが、うん、出てるということで、小西さんの絵も、もうこれ必要です。小西さんの顔の絵もね。こいついるんだから別にこう出せばいいじゃん。何言ってんの。絵で必要だって言ってるんですよ。あの絵的にってことじゃなくて、そうそう、あの写真使えないって言ったじゃないですか。言ってない。いや聞いてましたよ。写真は権利的に使えないわけですよね。でも、うん、権利的に使えないのは余計なこと言うから言ってないからだよ。言ってますよ。小西くんの権利は俺が持ってるから。持ってないっす。事務所違いだな、もう。このなんていうか、このパララボさんに関してはこれケンプロさんにはダマ店でやってますからね。ダメですよ、だから写真とか出ちゃったらね、ギャラが発生する。そうです、そうです、ギャラ発生しちゃう。ギャラが発生する、これだから、お助け以外に。だからこれはもう絵で描いてくれ。絵だったら問題ないんだよ。で、以上13点、これを今から。多いな。多いんです。これじゃあ2時間ぐらい。いやいや、ちょ、もう時間も押してるんで、2人のエースコンバットでかなり押してるんで。お前らが準備するから遊んでていいですよって言うからだよ。いやいや、エースコンバット待ちでしたよ。なん
か随分やってんなと思ってみんなちょっとイラッとしてました。言えばいいじゃん。じゃあ言えばいいでしょ。だから押してるんで30分です。今から30分でこの13点の絵を描いてください。猫一つ描くのも13分描く。30分かかるよ。13点を30分。一回落ち着こうか。30分です。13分かけていいですね、猫一つに。残り17分で描いてください。そう。わかんない。どうすればいいの？どうすればじゃないですか。あそこに画用紙あるでしょ。あれを使って今から30分でそのテロップを作ってください。こんな前置きいらないじゃん。それ前置きの代わりにあるね、あれ時間書く時間。言ってくれればいいのに。今回喋ってんなと思います。早く入ってくれよ。まあ、バッサリ行きますけど、あんだけ喋った分は。バッサリ行くんなら早く用意させてください。随分喋ってんなと思いましたけども。まあ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 いいですいいです。今から30分で。書けばいいの？はい、書いてください。なんで何でも手かせ足かせかかるのこれ。そう、しょうがないですよ。だってもう時間もお金もないですから。この番組ほんとお金ないですからね。まあでも結構もらってるんでしょ。だって会議室ですよここ結果、はい、ね、編集スタジオを借りるお金もないですから、はい、だから今から30分でみんなでカレー売らないあのカレーをね、そっちの方が随分いいと思います僕その回に呼んでくれないかな大変なんですけど、コスプレの回とかこれとか僕の回まあすいません、とにかく今から絵をね、はい、これの、はい、この汚い猫の絵に変わる絵を、はい、描いていただきたいと思います。わかりました。お願いします。はい、頑張ります。